キャリオンプレゼンツファジアのニュースは株式会社キャリオンの提供でお送りします。キャリオンさん、今日もありがとうございます。この番組はですね、ファジアの岡山のことを、もっと知っていただこうという、ニュースでございます。皆様が知りたいような情報を届けていきたいと思ってますので、今日もお付き合いのほどどうぞよろしくお願いします。それでは、前回たくさんのコメントをいただいております。今回も皆様から頂戴いたしましたコメントを、一部ですが紹介させていただきます。たくみさん、徳本選手のパス、上条選手の奥にいる選手、かっこ山本選手が見えていて、あのパスを選択されていたんですね。ダゾーンで見ていましたが、新潟ディフェンダーを切り裂くスルーパスにうねりました。これからも徳本選手のところからの運びやパスなどチャンスを作るプレーに期待しています、ということです。ありがとうございます。ノーファジアの岡山、ノーライフチャンネルさん、思い出のゴール上げればキリがないですが、2011年10月30日の横浜 FC 戦で上田龍二郎選手が決めた超ロングヘディングシュートは忘れられません。これからもどんなゴールが見られるのか楽しみです。これ澤は現地で、はい、出てましたね。あ、じゃあ右サイドにいたの。そうです、そうです。あのキーパーがボーンとボール蹴って上田龍二郎が弾いて、そのままねバウンドして、うん、キーパーを越えてっていうゴールでしたけど、澤の心境はどんな感じだったの？心境、はい、あれ入るかみたいなあんまりでもこれ言葉よくないな。まあまあ、ってまあまあ、でもそれはピッチはそんな感じよね、うん、そうですね。あの覚えてれば当時はその千秋選手とかがめっちゃ笑ってたっていうまあでも笑いますよね、まあ、そうよね、うん、なかなかないゴールなんで、まあそのギネスがどうこう ね、 あ、 ありましたけど、ね、ありましたね、まあ、ちょっとねやっぱり、はい、まあ、それはやっぱりもうあの、まあ、クラブのカラーも、うん、まあ、やっぱり、まあ、クラブのそういった姿勢もあって、やっぱりあの時はギネスを、まあ、申請しなかったと、はい、いうような、話題もありましたけども、はい、あの皆様にとっていろんな、思い出のゴールがあるかと思いますが、またこんな形で振り返りを一緒にさせていただければと思います。続きまして桃次郎さん、応援スタイルの緩和が発表され、13日からタオルマフラーが回せる、スタジアムの一体感も増強されますね、落ちた筋力を戻さねばということです。そうですね、応援スタイルが、はい、まあ、あの声を出しての応援はできないんですけども、あのタオルをあの、まあ、かざしたり、まあ、振ったりいただいたりっていうことがあの緩和されましたので、やっぱりスタジアムの雰囲気良くなりますし、うんうん、まあ、選手もね、あの目でこう、はいはいはい、見えるんで、うんうん、チャンスの時なんかあれもっとね振っていただいて、確かに後押していただければと思います、うん、そうですね、まあ、次は本当に、まあ、この後の京都戦の情報でもあのお伝えしますけども、まあ、チケットがもうほぼ完売と、はい、まああのまあ、平時の時であればやっぱり平均入場者数1万人近い方があの来ていただいたんです、いただいてたんですけど、まあ、それに近い、まあ、お客様に来ていただけるというような今あの前売りの情報も入ってますので、まあ、いい雰囲気であの京都戦を迎えれるように皆さんもぜひあの後押しをいただければと思います。続きまして来ました、カトレア・ダビッドソンさん、甲府戦は早い時間の得点で逃げ切り勝利、J2 残留も確定しました。この試合、阿部海斗選手の髪の毛がすごいことになってたことにびっくり、桜内くんのおでんトークで糸コンのちょうど結んでいるとこを字幕付きで見ると、いいところのちょうどの結んでる娘って表示されてさらにびっくり。これはどう、あのそうか、はい、YouTube のそういったあの字幕付きのっていうサービスがあって、うん、まあおそらく AI かなが何か、まあ、その音声のところでこう自動で多分字幕、これ僕の滑舌が悪いってことですね。だからそうですね、まあ、なかなかそれ通りに、ね、うん、表示はされないですけどね、うんうん、まあ、あのすいません、カトリア・ダビッドソンさん、僕の滑舌が悪いというところであのお許しいただければと思いますのでよろしくお願いします。はい、あの今日も一部ではございますが、あの皆様からのコメントを紹介させていただきました。あのまだまだあのコメント、チャンネル登録、そしていいね、皆さんぜひよろしくお願いします。それでは今日のヘッドラインはこちらです。こちらをどうぞ。超ウルトラスーパースペクタクルゴール、石毛選手のゴール解説。木山選手、2018年の西日本豪雨で被災した子どもたちをご招待。
岡山での胴上げは阻止しよう、11月20日京都戦徐歩ということで、今日のパジャニュースお送りしていきたいと思います。それでは早速ではございますが、超ウルトラスーパースペクタクルゴール、石毛選手のゴール解説に行きたいと思います。この試合はもう皆様ご存知、11月14日アウェイ相模原戦はですね、3対2で見事勝利をしまして、チームとしても3連勝という結果に終わっています。前半13分に挙げましたこの石毛選手によるスーパーゴールですね、あのゴールに至るまでどんなことを考えながら、あのシュート、右足を振り抜いたのかということを教えてもらいましたので、まずはこちらの映像をご覧ください。どうぞ。境原も非常に集中してますね、はい、セキドから中、頭当たってこのボールはどうか、やばい、シュート打った、スーパーゴール、見事同点、石毛ストップ、この時に、コーナーの流れだったっていうのもあるんですけど、センターバックの選手とか、ヘディングが強い選手たちが前にいたので、自分が中に入っても多分あまり戦力にならないなと思ったんで、フラ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 周りの位置を見ながら、セカンドのこのアークのところだったらフリーになれそうだなと思って、あと相手の位置も見ながら、そこにポジションをセカンドがこぼれてこいっていう気持ちで取ることをここら辺で判断しました。はい、ストップ、ボールが上がってる間にまず自分がさっきのポジション取るときに相手の位置が見えてたんで、胸トラップして次のタイミングで最初打ちたかったんですけど、ボールが高かったのもありますし、僕のところに後ろからプレッシャーに来ている相手の選手もこの時にはもう分かってたので、本当は止めてドンで打ちたかったですけど、この選手来てるから一回かわそうっていうのはもうトラップする前から思ってました。最初のそのフラフラしてる時とかに、相手がどこにいるかっていうのは大体分かってたんで、大体来る可能性もあるだろうなっていうのと、気配とかですかね、あんまり深くはあれですけど、でも相手がもういるのは分かってました、この時には、トラップする時には。はい、ストップで、本当は、かわすのも後ろにかわすよりは自分のこの前の空間にボールを落とした方がシュート打ちやすいですけど、でもこの後ろからプレスバックしてきた選手がいたの でその選手がこう全速力で来てるのも分かったんで、その選手がこう来たってことは逆に自分の後ろのところに少しスペースが空いてるってことなので、この時はちょっと後ろに戻しながらっていう、半歩ぐらい戻しながらかわすっていうイメージで、はい、かわしました、ね。はい、でシュートは、もう自分の体重が後ろにかわした分やっぱりこう力いっぱい打つとどうしても体が浮くので、本当体を抑えながら、シュートには全然力がもう入れずというか、ミートだけを意識して枠に飛ばすようにという感覚で、はい、ゴールの左側の方は狙いましたけど、気持ちよくいい感じでボールは飛んでってくれたかなと思います。トラップする前までで、味方選手の位置だったり自分がどこにいたらどうチャンスになるかってことをやっぱ考えることが一番大事だと思いますし、でいざボールが来た時は、それまでに得た情報の中から、相手がこう来たらここにスペースが空くだろうなとか、ここにトラップできればこうやってシュート打てるだろうなっていうのが、とっさに出てくるところではあるんで、あとその今回かわしたところもそうですけど、でもやっぱシュート打つまでトラップするまでにいろんな情報をやっぱ入れとくっていうことが大事なのかなとは思いますけど、シュートは本当に気持ちよく入ってくれました。なかなか難しいシュートだと思いますけど、でもやっぱりこう自分の思ったところにボールをコントロールできる、それはキックもトラップもそのかわすところもそうですけど、それはやっぱり自分は結構やっぱリフティングをずっとしてたので、それでこの、このシュートもそうですけど、それ以外でもやっぱ空間を意識するっていうのがすごい自分は
こうアシストする時とかも意識はしてるんで、まあ、そういうものは例えばリフティングだったりとかでだいぶ養われたりする部分もあると思いますし、まあ、あとはその何回も言いますけどいろんな状況を頭に入れるために首を振っていろいろ見とくとかっていうことは、まあそれは技術の問題というよりは意識の問題だと思うんで、それはみんなすぐできると思うんで、まあそういうところを意識しながら、はい、練習してもらえればいいと思いますけど、少年たちなかなか難しいと思いますこれは。はい、というわけで石毛選手によるスーパーゴールの解説でしたけども、いやすごいシュートでしたね。すごいですね。乗ってますね。乗ってるね。乗ってますよね、うん、完全に。あ、だからもうさ、 J リーグの全体の、 あのベストゴールの中でもやっぱ一番に選ばれてたし、やっぱ往年のその名選手を知ってるあのファンの方からすると、まあ、フランス元代表のプラティニ選手のようなトヨタカップで見せた、うん、まあ、胸トラップからのちょこんと浮かしてボレーシュート、できるさ、できますよ、できる。え、そういう得点なかったですか。ない、出ますか。見せるわ。そんな爽やかに ありませんでした。ありた、ないか。いや、いつもやっぱこう突っ込んでいくとか、はいはい、あの出てワンタッチゴールが多い、ね、そうなんですよね。2タッチ3タッチしてゴールないんで、やっぱり、うん、あのプレイヤーとしてはやっぱりそういうなんかダイレクトで、はい、まあ、そのシュート難しいんですけど、やっぱああいう石毛選手のように胸トラップしてかわして、小学生の頃よくあの父親と公園でサッカーする中で、うん、胸トラップしてボレーってすごいかっこいいなと思ってよく真似してたんですよ、はいはい、うん、おでも一試合も出なかったですね。そんなのはだからさ、もうイメージなんやろね、はい、ケンジ、まあ、関戸選手からクロスが上がって、まあ、ディフェンダーに当たってこうボールがボーンと浮いたじゃない。おそらくあの時間って1秒2秒ぐらいじゃない、うん、その間にあもうこういうプレーしようって決めてるってはず、まあ、まあ、もう多分パッてなってるんやろうね、うん、あの余裕がねなかなかゴール前で、うん、ディフェンスのマークが厳しい中ではできませんから、うん、そうよね、はい。いや、まあ、あと、ね、やっぱり石毛選手のゴールも素晴らしかったですけども、その後の、ヨンジェ選手の、はい、まあ、今季初ゴールもありましたし、そして上條選手の、まあ、3点目突き放すゴールというところでもやっぱり崩し方もすごくよくてというか、チームとしてもやっぱりこう、まあ、前回澤が言ってくれたらこう全員がこう前々行ってるっていうのが出てますよね、うん、今お酒飲みながら見たよね。やっぱこう、はい、なんかちゃんと浸れる、まあ、浸れるゴールだったなというふうに思いますね。何回でも見られますよね。見れるね、はい、うん、やっぱ子供たちにやっぱああいうプレーを真似してほしいね、うん、はい。それでは、続きまして、先日木山選手が、はい、J リーグ通算400試合出場を達成し、記念グッズが、発売されました。備前焼きですね、木山選手特製の備前焼きでしたけども、まあ、そのグッズの収益をですね、2018年の西日本豪雨で、まあ、被災を、まあ、されてしまった、まあ、子どもたちにですね、まあ、なんとか、楽しい思いをしてほしいということで、11月7日山形戦にですね招待、させていただきました。試合前にはですね、木山選手からサインやプレゼントの贈呈、そして写真撮影を行い、まあ、トップチームの、試合前ですので、ウォーミングアップ見学などを行いました。招待したのは真備地区や、平島地区に住む、お子様とご家族、まあ、合計26名ということで、まあ、これを京都戦でも約30名を招待するように、なっているということですけども、まあ、本当に木山選手らしい企画ですし、まあ、これはやっぱこう木山選手からまた発案で、まあ、我々クラブの方にも言ってきていただいていると、いうことですけども、どうですか澤さん、この木山選手の取り組みは。素晴らしいですね。素晴らしいですね、はい。まあ、子どもたちの本当笑顔も見られたので、うん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 、それが一番良かったと思います。確かに、はい、やっぱいい思い出にもなりますし、うん、やっぱあの時木山選手に呼んでもらったっていうのは一生残ることになるんじゃないかなと思うんですよね。
はい、まあ、本当にあの木山選手 の, あの取り組みに、まあ、あのご賛同いただいて、まあ、あのグッズを購入された、お客様、サポーターの皆様、そしてこの、試合にですね、来ていただいた皆様、本当にありがとうございました。はい、続きまして、それでは11月20日京都戦はですね、岡山市サンクスマッチ OG ウェルネスデーとなっております。ただいまファジアの岡山ですね、10戦負けなし3連勝チームです。クラブ史上2回目の4連勝に挑むという試合になっております。そして京都は勝てば J1 昇格が確定となります。ちょっといい緊張感が。そうですね。で、まあ、前回対戦した時なんか、うん、私現地で見てましたけど、はい、うん、ちょっと京都にはもうやられてしまったんで、うん、はい、その悔しさがやっぱりあるので、なるほど、今回はちょっと勝ってやっていきたいなと。そうですね、はい、そして、まあ、皆さんも我々よりも当然ご存知ですけども、京都にはファジアの岡山ゆかりの長澤哲さん、はい、哲さんもいますし、そして分析では若宮コーチ、そして選手では武田翔平選手、そしてご存知の方もいらっしゃるかもしれないですけども、フロントサイドでは小川さんというファジアの岡山にゆかりのある方々が岡山に、はい、あ、ゴールキーパーコーチも忘れてました、はい、すみません安さん富永コーチもいらっしゃるという、本当にこうファジアの色が濃い京都参加がですね、まあ、岡山に勝てば J1 昇格と、だからもう感慨深いですね。そうですね、うん、まあ、当然岡山としてはやっぱりその今4連勝もかかってますし、一桁順位も見えているので、一つでも上のやっぱ最後まで諦めないっていうのは、やっぱこのファジアの姿勢としてですね、選手は貫いてくれると思いますし、もういやでもモチベーション上がるよねこれは、うん、まあ、前回対戦した時はデューク選手もいませんでしたから、うん、はい、タカとデューク、うん、対決、ね、対決が見ものなんじゃないかなと、うん、はい、まあ、デューク選手は先般のカタールワールドカップ予選、はい、最終予選で中国戦に出て先発出場出て得点も取ってますし、調子もいいんじゃないですか。そうですね、はい、面白い試合なんじゃないですか。面白い試合になりますよね、はい、これはもうチケットが先ほど申し上げたように、まあ、完売に近いというところでございますし、そして忘れてはなりません、岡原君の、はいはい、お誘いバッグ、こちらもですね、先着、まあ、1500名様に、まあ、誘った方、まあ、誘われた方に対してプレゼントさせていただきますので、ぜひこちらの方も皆様受け取っていただければと思いますので、よろしくお願いします。はい、というわけでこれ映像を撮っているのは今11月、18日、まあ、木曜日なので、まあ、明後日ですけども、ちょっと緊張してきますね。緊張してきました。なんかざわざわと、やっぱ2011年の徳島さんが、はい、勝てば昇格の可能性があるっていう、感覚に近いというか、うんうん、なるほど、アウェイのお客様もたくさん来ていただけると思いますし、まあ、ぜひ京都のサポーターの皆様にはですね、まあ、ファジアの岡山のお土産としてこの、まあ、ファジビール、はい、ファジレモンサワーのセットもご購入いただいてですね、はい、岡山行ってきたよということでご購入もいただきたいなと思っておりますし、まあ、いきなりぶっこんできたなみたいなもしかしたら昇格決まったら売り上げかもしれない。なるほどね、まあ、本当にこう皆様楽しんでスタジアムで、いい雰囲気で、まあ、チームを迎えていきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。はい、ここで最後に、プレゼント企画でございます。この番組の、冠協賛をいただいております、株式会社、キャリオン様から の, 提供で、キャリオンさんってボルボトラックの正規ディーラーさんですよね、はい、その、キャリオンさんからこのファジアの岡山仕様のラッピングトラックを抽選で1名様に、プレゼントこれです、ね、はい、しましょうというところで、このボルボトラックとのコラボレーションの、ファジアのラッピングショーのトラックをですね、抽選で1名様に、プレゼントをさせていただきます。そして、プレゼントに応募するにはですね、実はキーワードが必要でして、これ2つ必要で、このファジアの側のこのファジアのニュースで、私が
発表させていただきますキーワードとあと、もう一つのキーワードはキャリオンさんも実は YouTube チャンネルを持たれていて、このキャリオンさんの YouTube チャンネル、キャリオンデマンドの動画内で発表されるその2つのキーワードを合わせて、ご応募いただくと。それでは、ファジアノ側のキーワード発表させていただきます。ファジアノニュース、もう一度言います。ファジアノニュース、シンプルやなっていうのがあのファジアノ岡山側のキーワードになりますので、こちらのキーワードをですね、まあ、メモしていただいてですね、概要欄をご確認いただいてご応募いただければと思います。あのこちらの、プレゼントの締め切りはですね、来週11月26日金曜日23時59分までとなっておりますので、皆様忘れずにご応募いただければと思いますので、ぜひ、この後動画の概要欄にご用意しておりますので、ぜひご覧ください。はい、今回のファジアニュースはここまでとなります。前回配信以降に生まれた4ゴールを見ながらお別れです。はい、次回の配信は、12月3日、ホーム最終戦、まあ、今シーズン最終戦の前、12月3日が、今季最後の、最終回の配信となっておりますので、ぜひ皆様そちらもお楽しみにしていただければと思います。この番組ファジアノニュースは株式会社キャリオンの提供でお送りしました。キャリオンさん、今日もありがとうございました。Thank you.